センキューチェリーバッチ。5つのギネス世界記録にチャレンジするというチェリー吉田のチェリーチャレンジ。天然温泉が出る世田谷にある月見湯さんですよ。今日はね、6時半から関わってるなんて。濡れた T シャツをどれだけ早く着れるか。お願いします。この一番っていうね、世界記録今12枚になっておりますんで、13枚目でこれを着れるようにしたいんですよ。だからこれ一番持ってきてる。T シャツをウエストの下まで着る必要がありますので、はい。なるほど。じゃあ俺最後もう危ないと思ったら着ない方がいいってことかな。っていう判断をされる方もいる。うわー、俺それは上手。失敗した。なるほど。なるほどな。これはすごい。これは分かんなかったわ。なるほど。13枚目までクリアっていうんじゃなくて、塩はもう全部ダメになるの。そうですね。まあそれ失格というか、欲張りよね。欲張った結果です。うわ、俺は知らなかったわ。でもいいルーティン、いい練習だった。めちゃくちゃめんどくさい。いや、俺一発で決めようと思ったからね。これまた待ちとか。そうです。脱ぎ出してるじゃないですか。タープ迷彩正解だわ。タープ迷彩正解。自衛隊のメッシュのやつなんで。自衛隊のメッシュ。そうなんです。通気性もいいやつ。本物の自衛隊です。そう。ちょっと。チェリーのお父さんが昔勤めてた、御殿場の自衛隊で買ったやつです。え、チェリーさんのお父さん何自衛隊だったんですか。自衛官でした。めっちゃすごい本物というかちゃんとしてる。もうね、ラッカチの。すげえ。なのに息子こんなことになってる。解釈はレンジャーだよ。やってることレンジャーでしょ。そうか。いや、やってることレンジャーだから。あ、うまい。かわいいよ。タープすげえ。タープやってんじゃん。いや、いいテンポだったのにな。1枚目からしんどかった。へえ、それは何的にとかですか。2点の切り。
船さんがちょっと、あの呼吸が合わなかったです。運転の人との呼吸が合わなかったです。行きますよって言った時に、あーってもうあっち誘導にさせちゃったって。こっちからもあの呼吸整えていけなかったのか。あ、なるほど。自分がなんか変な行けなかったから間違えた。かもしれない。嫌な人。嫌な人だよ。嫌な人だよ。やんないと、そう乾いた T シャツで挑まないとダメっていうルールです。もうちょっとなかったですか T シャツの人選。いや、そう思ったんですよね。大丈夫、もうこれで決めますんで。ああ、もうこれで、はいはい、2回目で決めないと、もっと怒られるわ。ああ、どうしよう。僕の間合いじゃないから、はい、ちょっとスタートが遅れましたみたいなこと言って、はい、なんかケチつけたんですよ。なるほど。さっき文句言ってましたよ、ね、これ僕の挑戦でもあるんですけども、はい、呼吸を整えたのが一番ベストだと思うんで、はいはい、この状況、この場、はいはい、次は大丈夫ですか。バッテリーです。よっしゃって言いたいところなんですけど、ごめんなさいね、ちょっと喜んでるところにこんなこと言うの申し訳ないですけど、誰でもできるんじゃないかなっていう気がして、はい、誰でもできる競技、はい、ただこの縛られたルールの中、はい、実はこれ1回目失格してるわけじゃないですか、僕その中のプレッシャーを見事、はい、見事にかき分けてこの1番取れたっていうのは、はい、紛れもなくギネス世界記録、世界記録ですからこれ。なるほど。誰が何て言うと思う。これに勝てるんだったらまたチャレンジ時に誰か来てくれっていうことですから。ギネス世界記録、ワールドレコードで、まずは1個目 T シャツ記録、見事更新ナンバーワン、一番一番センキューチェリーマッチ。セカンドチャレンジ、浅草にやってまいりましたよ。音の養老堂さん、10枚のマスクを最速で早くつける、オープン。ない、メイク道具ないならサインしかないじゃんっていう、これに来いって言われたから来ただけだから。サンキューチェリーマッチ。